2月22日朝、前日軽かった入りした笹川会長は早速郊外の日本人学校へ。カルカッタの日本人人口は現在102名。この日本人学校に通う子どもたちもわずかに11人に過ぎません。閉じまるように決めようにしてるわけね。っていうことはもう一日一年なくて何年でもやってください。お父さんお母さんに長生きできる、私のように長生きできますからね。世界中から尊敬しようになったら大人になってくださいね。もともとバスの指導として、マイクロバス1台、修理用部品を含む。笹川会長はここでもスクールバスを寄贈。その贈呈式のためわざわざ訪ねてきてくれた笹川会長に対し、学校関係者、家族の人たちも大喜びでした。この度はカルカタ日本人学校にスクールバスを寄贈いただきまして、どうもありがとうございます。登下校の際もみんなで楽しく大事に使っていこうと思います。本当にありがとうございました。贈呈状の社にありがとう。うまいな、なかなか。ごきげんよう。ごきげんよう。日本人学校からの帰路、笹川会長は、ふぐり川沿いにある難民キャンプ。カルカッタには現在バングラデシュからの難民を中心として多くの貧しい人々が住んでいます。その話を現地総領事から伝え聞いた笹川会長は急遽スケジュールに組み入れ慰問することになったもので、突然の訪問にキャンプの人たちは皆びっくり。子どもたちは狂気して会長を迎えました。インド滞在最後のこの笹川会長の訪問は、当地の人々にとってもこの上ない置き土産となったことでしょう。同日夜、笹川会長はバンコク入り。タイでの滞在はわずか一泊だけ。会長は寸暇を惜しむように夕食会の会場に駆けつけました。バンコックには3月に B&G 財団のワコードの船が寄港することになっています。笹川会長はその際いろいろ計画されている催し物の打ち合わせのために挨拶も兼ねて立ち寄ったというわけです。会長は B&G 財団会長として大使館や現地関係者の人々から温かいもてなしを受けました。